どうもー、リキー。はい、今回ですね、ハードディスクの整理でございます。ハードディスクのこれ墓場でございますね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,15個今整理中でございますね。まああとここの内蔵のハードディスクが残り2個、これも整理してるので17個ですね。でもこれ量がありすぎてもう量がありすぎてまた新しくハードディスク買いました、また買ったんかいみたいな。要はね、昔、あ、これでもこれ2テラだな、これ2テラですね。要は今回6テラ買ったんですけど、6テラね、例えばこれ2テラですね、これ2テラ、これも2テラ、これ500だかな、これ500ぐらいですかね。要はまあこれが2テラ2テラ、まあこれです、6テラですよ。でこの6テラ分を1個に収められるんですよ。わかります？昔って2テラでも高かったんですよね。そう、これはもう整理したやつか。でこれもハードディスクを売りに出します。全部売りに出します。だからで昔はそのね、2テラでも結構高かったんですけど、今6テラで、なんと6テラで1万円ぐらいで買いました。6テラで1万円ですよ。そう、すごいな。これはだからこれ整理したやつだな。なんかそのハードディスクも1個全部そのなんだ、全部デスクをね抹消して、で抹消するのも時間かかるんですよ。なんかそのなんだ、ディスクを完全にこの削除していくみたいな、復元できないようにするっていう。まあその売った先で多分やってくれるとは思うんですけど、いろいろデータ入ってますからね。はい、まあ何の動画かっていうと、ハードディスクを整理しましょうという動画ですね。はい、まあだからもう全整理しましたね。全部使う、とにかく使わないやつは全部売りに出して、まあ結論ですね、今まあこれ10万円あるんですけど、10万以上に なってますよ今売りに出して。もうとにかく全ベッドで売っていくっていうね。もうこんなたまりました。これね、すごくないですか。めちゃめちゃありますこれ。これめちゃくちゃありますよ。はい、ということで、まあ本当ね、使わないやつはまあ全部売った方がいいっすよ。今売った方がいいっすよ。どうせ使うかなとか思ってるやつはどうせ使わなくなるので売った方がいいっすね。うん。であと整理っすよね。ハードディスクに関しても昔は高かったけれども、今はそのすげえ一つのハードディスクで容量できるので、そう外付けのやつも買ったんですけど、これ1個で8テラですからね。これ1個で8テラなんで、ここにあるここにここのハードディスク全部合わせても8テラいってないかな。これ多分500ギガとかなんで、あ、こっち、これ2テラですね。これ2テラだ。とりあえずね、めちゃくちゃあります。マジ半端ねえな、死ぬわ。で、あとはまあそのいらない動画ですよね。いらない動画をやっぱ削除していかないと。いくらだからね、 YouTube ってすごいと思うんですよね。 YouTube 僕さ1万4000本ぐらいアップしてるわけじゃないですか。もうサーバーというかハードディスクやばいですよね。無料でこう
普通のローカルに貯めてったらこれ買わないといけないですからね、これね。これ全部買って増設してってこう貯めてってね、 YouTube マジ神じゃないですか。だからこれね、ほんと0円で使えるわけですし、まあもうほんと YouTube をハードディスク代わりにしてるみたいなね、もはや僕なんかは。ありがたいですよね。いやほんと動画ね、まあさ、最近はだから逆に言うとここに入ってる映像って結構プレミアなんですよ。まだまだその撮ってたやつなんで。でも今の最新のやつはね、最新のやつは全削除してるんで、そう、もうハードディスクに撮ってないですよ。だからこれはもう過去に僕が撮ったやつです、動画で。過去こんなに動画撮ってますからね。昔は保存してたんですよ。だからまあもしまあ 赤番食らったら、まあここのデータを全部またアップするっていうね。まあっていう方法もできますけどね。まあまたいくらでもね、僕ノー編集ならいくらでも撮れるんで。まあでも一応ね、これなんかプレミア感出そうなんで、ここに入ってる映像は。そう、あと編集したいやつもありますから1個。まあ前から編集しようと思って、その要は鹿児島選んだ理由が、僕はその全国を車で一番最初に回ったその10周年記念があるんですよ。でその10周年記念の映像をもう1000本ぐらいあって、全国回って撮りすぎて、 iPhone で撮ってたんですけど、撮りすぎてもうきついわ、いつやろうかな、いつやろうかな、いつアップ。だからその1000本撮って、その1000本を1本ずつアップロードするのも、タイトル付けてねアップロードするのも結構しんどいじゃないですかね。全国回りきりました、撮りまくりました、じゃあ1000本以上あります、じゃあそれを1本ずつタイトル付けてアップするのもしんどいじゃないですか。だからもうずーっと放置してるんですよ。だから今回フィモーラ9、そうフィモーラ9を買ったんですね、 Windows のフィモーラ9で、それをフィモーラ9で編集していこうかなと思います。これね、フィモーラ9で、はい、で Windows の今これね、モニターが今こっち1個ないんですけども、まあこれね、今モニター1個だけ残してるんですけど、今34インチを買いました。でまだちょっとね発注、ちょっと時間かかってるのが分かんないですけど、これも売ろうかなっていう。だこれまあこれ縦にできるんでね、これ縦にできるんですよ。だからこっち34インチバンって入れて、これ縦にして使おうかなっていうのもあったんですけど、もうとにかくシンプルにする。だから34インチ1個あったらもういいんじゃないかなと思うんですけどね。まあはめてみて、でもこれもういらない、もう売りに出すかもしれないです。もうとにかく全部過去のやつは捨てるというか売るっていうね、極限にシンプルにしていくっていう。で必要なものを新しく揃えるっていうことですよね。だからもうめちゃめちゃ買ってますから今、売りにも出しましたけど、もうこれ段ボールめちゃめちゃあるめちゃめちゃある。そう、まあ、あれもね新しくね買ったんですけど、これめっちゃいいっすよ。これはめちゃくちゃいい、こう音がいいんですけど、まあ動画も撮ってるんですからね、これね。ポーン。これね、これ良かった。この僕音が好きですね。なんか空港みたいなんですよ。じゃあこれちょっといきます。これね、これね、この空港ボタン、この飛行機ポーン。すごいですこれ。あの音がね、電源つける時の音がね、テンション上がりますね。フライトですみたいな。いやーでもね、ほんとね、今整理する時ですよ、いろいろと整理しましょう、この時期。ほんとにいらない本はね、僕はとっとこ、本はもうネタで僕はあのなんだ、あ、動画で撮ったりとかするんで、本は売らずに置いとこうかな。逆に言うと本は買いだめて DAIGO さんみたいにしてもいいかなっていうね。もう本棚めちゃめちゃ作って、例えばあのここに本棚ブワー置いてね、でこんな感じでね、でここになんかワイン置いてね、ここにワイン置いて、でこれ多分魚眼でちょっとやって、こうワイン置いて、どうもみたいな、ここに本棚ブワーって置くとかね。本はねいいと思うんですよね、ネタになるし、ネタ無限に作れるじゃないですか、どうか。じゃあ今日はこれいきましょうみたいなね。そこなんかもう本棚
スペースにしちゃってもいいかなっていう。本安いじゃないですか。安いしもう無限に動画作れるから、本は捨てずに一応置いときますね本は、うん、そう。逆になんかその昔の本の方が、そんな本あるんですかみたいな、昔の本が僕いいと思うんですよね。だって今の本って誰でもまあね、本屋行ったらランキング並べられていて誰でも知ってるじゃないですか。いや、そんな本あったんですかっていう、そっちの方が面白くないですか多分。そう、まあいろいろとぼやいてますけど終わります。